こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、とんでもないサンドイッチを求める旅。今回もあの佐久間一行さんがまた見つけてしまったようです。佐久間さん、おはようございます。どーん、よろしくお願いします。一回出てましたから。一回出てました。出てから消えたから。今日も紹介したいですよ、こちらのカフェ。どーん、はい、どーん、長かった06メニュー、そしてうわー、これ関係ないよ。これメニューと関係ない。うわー、これがいいですよ、ね。どんどん。うわこれがいいよね。嬉しそうだな。ごめんください。普通にパンも美味しそうです、佐久間さん。野菜もでかい。来ましたね、佐久間さん。何これ。今日もパンパンなんですね。いや、そうなんだよ。いや、知ってはいるけどさ。はい。これですね、佐久間さん。今日は。デビルサンド。いや知っていたけど、実物見るのは初めてだから。初めてだったんだ。とんでもないボリューム。出た。うわー、砂とかで、うわ、何これ、すごいっすね。パンパンですね。パンパンボリューム。2個つながって。僕こういうの大好きなんですけど。どれ。クリームチーズとイチジクのシリアルブレッドサンドっていう、ちょっとフルーツ系のサンドイッチで、すごいね。いいですか。本当にこれ珍しいもん。ちょっとこれワクワクすんの買っちゃいましたね。やばいね。で、ありますから、オープンエアが。いやいや、富士急ちょっと天気が悪くて雨がボツボツ来てるから、はい、そうですよ。急いで公園探そう。いや、だからならもういいじゃないですか。降る前に食べちゃおうっていうことなんですか。そう急いで。え、何それ。でももうちょっと公園っぽい感じするもんね。します。公園っぽい。建物の前の木見て公園っぽい感じしないです、別に。これ公園って呼ばないですからね、佐久間さん。今日はまっすぐ見てもなかなか公園見えないですからね。結構だね、こういうとこ。謎の道ですよ。ちょっと待って、あれ、あの銀のさ、ベンチさ、どう。確かに銀のベンチありますね。あれ、というか佐久間さん、僕らが向かってる銀のベンチの裏側公園じゃないですか、もしかして。まさかの隠し公園ありません。まさかの、ここ目的だったんですけども、裏手に普通に公園あった。このベンチ見て、これ落ち着かなくない、これ。確かにこのベンチ、それどこで笑ってんだから。なんかさ、こう肉とか焼いた時にこうなんない。あるよ、確かに。いや、すごい笑うとこじゃないんだよ、だから別に。そのデビルっていう名前がまたいいっす。そうなのよ。じゃあ卵の方から。あ、ちょっと今冷静に見たら、はい、卵だけに気を取られたけど、はい、あ、こっち側にさ、2階建てになってますよ。うわー、あ、やっぱ1枚剥がすだけです。やっぱりね、はい、だってタルタルソースって書いてた、タルタルソースとクリームチーズって書いてたから、はい、相当やばいよ。相当やばいですね。相当やばいよ。これじゃあタルタルとクリームチーズなんだ、上のやつ。すんごいやばい。おいしそう。でもどうすんの。どうすんの、食べるよ。どう食べんの。飛び出してるよ、卵が。いただきます。はい。すっごい。美味しそう。3206。どういうこと。店の名前言っただけだよ。めちゃくちゃ美味しい。タルタルソースもめちゃくちゃうまいけど、はい、クリームチーズが後からめちゃくちゃ効いてくる。それ絶対それだよ、もう買うべきやつ、ね、すんごい美味しい。これ卵だけほとんど食べてますもんね。3206だね。どういうことなんだこれ。ちょっと佐久間さんの食べたすぎて気分変わってきちゃったんですよ。卵の方食べたくて今しょうがないって言ってんじゃん。いや、美味しいからね、相当。一応なんかヘルシー的な感じの。でも、あ、すごい、うーわ、すごいですよ。半端じゃないね。で、しかもイチジクと、うわ、ハムとかも、サラミか。いや、これはすごいわ。いただきます。贅沢に使ってんだな、すごいな。何これ。あ、甘さとしょっぱさが最初、うん、すごい戦い始めて、うん、最終的に仲良くなって超美味しくなってる。それだって不思議な組み合わせっていうか、不思議です。やっぱりこっちじゃ普通じゃ思いつかない組み合わせだから、うん、ね、このクリームチーズが絶対的にいい仕事。そうなんだよ。俺の卵のやつもめちゃくちゃ美味しかった。ここに出てるんですよね。そう、食べ応えすごい。やっぱ効いてくんだよな。数字で言うと、ね、いくつだろうそれ。3206。いや、ただ、はい、卵あれすげえな、うまそう。いや、確かにね。それも絶対美味しいけどね。これも超美味しいですけど、あれ見ちゃったもんね。
ちょっと待って、また、はい、ちょっと僕我慢できないで買ってきます。卵ですもんね、食べなきゃいけないのね。だからいります。いる。いや、いるんかい、もう一個。